どうも、アイチです。今回はですね、いただいた相談に答えるとかではないんですが、まあ、学年が上がって、まあ、受験生になってちょっと勉強頑張りたいなって思ってたりとか、まあ、受験生じゃなくてもちょっとこれからね、もうまあ新学年になるにあたってもうちょっと勉強でまあ順位伸ばしたりさ、得点伸ばしていきたい、勉強頑張っていきたいなって、そんな思いをもしね、多少でも持ってる方に向けて、自分がぜひ身につけてほしいっていうか、ちょっと理解してほしい感覚っていうのを紹介したいので、まあ、もしよかったらね、最後までお付き合いください。では早速話していきましょう。で、まず感覚は何かっていうと、勉強するじゃないですか。勉強したことがきちんと頭に定着してる感覚っていうのをぜひ自分で分かるようになってほしいんです。で、これは勉強してれば普通に頭入るっしょって思う方もいると思うし、すでに、ああ、なんとなくわかりますっていう方もいらっしゃると思うんですね。でも、ちょっとあえてね、ちょっとさ、話していきたくって、こう、自分はよく言うように、勉強っていうのは2つの側面があります。それは1個は新しいことを学ぶ、新しいことを吸収するっていう。で、もう1個あって、それが吸収したもの、覚えたものが抜けないように気をつける、抜けないように努力をするっていう。この2つがセットで勉強なんですよ。で、これを間違っちゃうと、新しいことを吸収しよう、吸収しようって、こっちが勉強のイメージ強いですよね。でも、こっちばっかりやっちゃうと、やったことが抜けていくことをこっちを防がないので、結局伸びないんですよ。入っても抜けていくんで。で、これに陥ってる子は結構多いです。特に中学生のうちはね。まあ、高校生になってもね、ちょっとそのタイプの方もいらっしゃるかもしれないんですけど。で、その、やるじゃないですか、勉強を。やって、で、得点がまあ、やったのに伸びないってことって結構あると思うんですよね。あんだけやったのに得点伸びなかったっていう。で、その時に、ぜひちょっと気をつけてほしいことがあって、で、その、やったのに伸びないっていうタイプも実は2つあるんですよ。大きく分けると。何かっていうと、一時期伸びてたの。ちゃんと伸びてたんだけど、伸びなくなったっていうタイプの子。伸びてたけど伸びなくなったタイプ。これが1個。で、もう1個はもう最初から伸びない。伸びたってとかまだないの。っていうタイプの子。これやるべきことがちょっと違くって、まず伸びてたのに伸びなくなったタイプの子は勉強のやり方は基本的に変えちゃダメです。ここはなぜかっていうと、まあ自分のやり方でやってきましたよね。伸びたんだもんってことは合ってるの、多少なりとも自分にその勉強は。でもその勉強っていうのはよくダイエットで話をね、ちょっと例えを出すんですけど、まあダイエットしたことないのでごめんね。ダイエットって体重落ちるぞ最初、でもずっと落ちないの、一回止まるんですよ。で、その後、ある程度耐えたら、また落ち始めるっていうのがよくあるパターンなのね。で、勉強も本当同じで、伸びるんですけど、止まります。ずっと伸び続けるってほぼほぼない。止まって、ここを耐えて、もう一回伸びるっていう感じになるのね。で、その耐える期間の時に、やってたのに伸びなくなったから、あれ勉強間違ってんじゃないかなって言って、勉強方法変えちゃうんですよ。で、変えちゃうと、変えた後がね、前よりも合ってればさ、また伸びることもあると思うんだけど、変えてしまってまた落ちるみたいな、結構このねパターンに落ちることもあるので、基本的には変えない、変えないんだけど、もし変えないままだとさ伸びる気がしないから、で何するかっていうと、足すの、勉強法を。勉強法かもしくは時間、今までこうやってやってきたってもやり方がありますよね。それプラスこのやり方は残しつつ、こういう勉強法もやってみようかな、もしくは今までじゃあ1時間やってたのを1時間半に増やそうかな。基本的に勉強量、時間を増やせば比例して伸びていくものになります。絶対ではないけど、そうだから大事なのは、伸びてたんであれば大きく変えないこと、変えるんじゃなくて勉強法とか時間を足すってイメージでやってください。で、ある程度耐えたら、ここでね踏ん張ったら必ずもう一回伸びるから、自分がその伸びる姿を信じて、そこはクリアしててください。で、その最初からね、じゃあ伸びないっていう方に悩んでる子っていうのは、最初に話した入れる方、こっちに集中しすぎてて抜ける方のフォローを、ね、してないっていうパターンがほぼです。ここに陥ってるはず。じゃあどうするかっていうと、例えばね、じゃあ20個英単語を覚えるとします。知らない単語20個です、覚えてください。で、それをじゃあ夜やりましたと。じゃあ一晩寝ますよね。寝て翌朝にそれを覚えてるかテストしてみてください。そのテストする前にちょっと覚えてるか確認しようとか、それをなしにして、本当にそのガチでやってみる。そうすると満点取れることはほぼないと思います。多分言って12、3かなっていう気がするんですけど、ってぐらいに抜けるんですよ、記憶っていうのは。
で、その抜けるんだっていうことをまず理解することが大事。自分は抜けるんだって、まあみんなそうなんだけど、じゃあそれを抜けないようにどうするか、そこがポイントで、それはもう短期間に何回も繰り返すっていうのが大事。もし今俺がね、新しい、まあ、英単語、ね、難しい単語とかを20個覚えなさいって、それを早めに終わらせなさいって言われたらどうするかっていうと、まあ、夜やりますよね。で、俺暗記物っていうのは必ず1日2回以上設定するんで、まあ、夜勉強したらそれ覚えたと、じゃあ寝る前にもう1回やります、同じ子覚えていくかなって。で、覚えてなかったら入れ直す、ちゃんと。こうすることによって1日でも2回やってるでしょ、勉強を。で、寝ます。で、そしたら起きたら、まあ、テストじゃなくてもいいんだけど覚えてるかチェックします。これで3回です。学校とか、まあ、俺ら仕事とかあった時に、それじゃ終わった後に帰ってきたらもう1回やります、4回。多分俺このぐらいまでやれば、多分18、19までいけると思う。まあ20いけるかもしれないけど、っていう風に思ってるの、自分がそうだったから。そうで、これはみんなによって違います。もしかしたら2回、3回で完璧になる子もいれば、5回、6回かかるかもしれない。それはいいの、別に。その量に関しては気にしなくていい。俺6回もかかっちゃうんだよなとか、いい、気にしなくて。覚えれてることは事実なんだから。ただ、その自分が何回ぐらい、どれぐらい繰り返さないと入らないのかっていうことを知っておけば、無駄がなくなるんだよね。これは英単語だけじゃなくって、例えば社会の暗記、理科の暗記もそうですけど、じゃあまあ6回、絶対6回とは決まんないけどさ、6回ぐらいでいけるって分かってれば、じゃあこのぐらいのペースで覚えていけば、このここで覚えようと思ったことを、こう繰り返せば頭に入りきるかなって分かるじゃん。それを短く設定しちゃったら、せっかく覚えたことが定着して、ね、抜けてっちゃうんだよね。そしたらやってた力が全部無駄になっちゃうんだよ。せっかく覚えたのに抜けちゃったら意味ないじゃんか。でも逆に覚えてるかな、覚えてるかなってやりすぎちゃっても時間がもったいないよね。もう定着してるのにまだやるのみたいななっちゃうから、自分の中でまあこれぐらいやったら OK だなって頭入ってる気がするなって、そう、それを掴んでほしいんです。それが頭に入ってる感覚なの、定着してる感覚ね。で、まぁ、ちょっと英単語にまた話を戻すんですけど、じゃあ1日2ページずつ勉強して、まあ、暗記していきたいってなった時に、最初の日に1、2ページやりますよね。で、普通にやっちゃうと次の日に3、4ページやっちゃうんですよ。1、2、3、4、5、6みたいな。そうすると繰り返しを1個もやってってないんで、どんどん抜けてっちゃう。量はすんごい進んでってんのに、定着してないから得点が伸びないみたいに陥っちゃうの。だから、そうならないように1、2ページやりました。次の日3、4ページだけをやるんじゃなくて1、2から4、つまり1から4までやろうぜってこと。ただ量が2倍になっちゃえば時間も2倍かかっちゃうかもしんないから、そこまできつかったら3、4ページじゃなくて3で止めればいい、1から3まで。で、まだ完璧じゃなかったらその次の日は1から4までみたいな。で、そうするとさ、どんどん量が増えて無理じゃねみたいな風に思うかもしれないんだけど、何回もやってたら暗記は定着するから、そしたら1、2ページ完璧になりましたと。じゃあもう1にやんなくていいじゃんか。じゃあ次3から7までみたいな。で、3、4、OKOK。じゃあ5から8までみたいな。量が減っていくかもしれないし、そんな永遠に増え続けるわけではないので、きちんと定着させてから、はい、OK って置いときますよっていう風にやる。その勉強のスタイルというか自分の感覚っていうのをぜひね、これはね、何度も何度もやるしかないの、自分で。そう、自分で掴むしかないから、これを、まあ、もうすぐ春休みにも入るので、その頭に定着する、入ってくる感覚っていうのをぜひ掴んでください。